ってきて、ゴールキーパー、決まったゴール、見事に合わせました。柿田ボールを出したこの加藤も中をよく見て、いいボールピンポイントで合わせていきました。木村雄二、田向井、田向井のクロス、ヘディング、今シーズン初ゴールとなりました。三戸が先制、0対1。はい、まあ、背後のランニングもありますし、彼が彼を取ってくれるシュート、ジュリー来ました、新戦力、はい、質の高いボール入りましたけど、素晴らしいですね。アクロバチックに合わせていきました、左足、しかしそれをスッとかわして、梶川から前、藤本通れば面白い、中に切れ込む、シュートパスありそう、シュートだ、藤本海洋3点目、今シーズンの3得点目、見事に中に切れ込んでの左足、豪快に振り抜きました。田村が後ろにいますが、中にスペースを梶川スルーして、今8分になりました。豪快にパスを回してのミドルシュートでした。